駅弁大学ランキング。1949年5月に設置された新生国立大学を、金岡千尋 5S?5S? で、スターズ。この、だから偏差値も本当なの？こんなに低いっすか？だからなんかさ、神戸大がマーチぐらいで、とかって書いてある横北とか千葉が。そんなことないでしょっていうね。ので始まりました、もてつチャンネル。さあ、今回はですね、駅弁大学ランキングというのをやってみましょう。まあ、駅弁大学ってね、聞いたことない人も多いと思うんですが、はい、私も知りませんでした。大学ランキングっていうのをね、調べてた時に出てきたので、こんなのがあるんだと思ったんで、紹介したいと思います。もちろんね、学歴中と言われる方々には、はいはい、もう当然の名前だよっていう風になってるとは思うんですが、見ていきたいと思います。まあ、まずね、駅弁大学って一体何ぞやってわけなんですけど、駅弁大学っていうのはですね、駅弁が買える旧国鉄の急行列車の停車駅にちなんだ名前と。つまりは地方国公立大学のことであると。ジャーナリストの大谷総一さんという方が作られたそうですね。もともとあったの帝国大、まあ今だと旧帝大と言われるやつですね。あれを除いた国立大のことらしいですね。まあいわゆる東大、京大、東北大、九州大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学を除いた大学になると。1946年より開始された学制改革に基づき、1949年5月に設置された新生国立大学を揶揄した呼称ということで、1949年、そんな昔、まあそれまでは国立大学すごく少なかったわけで、すごいと言われてたものがバーッとたくさんできたことによって、で、凄さのランクが下がったってことですね。まあ、ここにもね、需要と供給のバランスが見て取れるってことですよね。増えると価値が下がってしまうっていうね。駅弁が売られている駅にある大学ってことですか。で、駅弁大学に含まれる大学。まあ、北海道はないですね。北海道大学ですから。東北、弘前大、青森ね。岩手大学、秋田大学、福島大学、山形大。関東だと茨城大、宇都宮大、群馬大、埼玉大、千葉大、横浜国立大学、山梨大学。山梨が関東に入ってる。中部、新潟、富山、金沢、福井、信州、岐阜、静岡、三重。近畿、滋賀、神戸、和歌山。中国、四国が鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛。で、九州が佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、琉球、あ、沖縄ね。で、その駅弁大学内でもグループが分かれるよ。金岡千尋、金沢、岡山、千葉、広島のことを言うんですね。へぇー。5S?5S? 5G みたいな。埼玉、新州、静岡、滋賀。新潟が S なの？新だから？新大って呼ばれるから？新大って言うと新州も。じゃあややこしくない？で、スターズ。星？佐賀、鳥取、秋田、琉球、島根。なるほど。96医大に関してはやりましたよね。医学部の動画に出てたと思いますけど、千葉大、新潟大、金沢大、岡山大、長崎大、熊本大。ね、短科医科大学だったやつですもんね。だからこれら非常にレベルが高い医学部ね。じゃあランキングはどうなんだっていうわけですね。見ていきます。なんかね、偏差値がちょっとね、よくわかんない、めちゃくちゃなんだけど、ランクだけ見ていきます。はい、1位神戸大。まあこれは無難でしょう。やはりレベルが高いところでありますからね。そして2位が横浜国立大学。まあ、他のサイトでは1位に載ってました、横国が。まあ、ただね、2021年は、まあ、コロナの影響で共通テストだけで行われたために試験が、だからレベルが下がったんじゃないかとかって言われたりしてますね。そして次が千葉大学。はい、そうですね。まあやはり医学部、薬学部がありますからね、非常にレベルが高いと思います。まあ私が受かった教育学部はどうかわかんないですけど、英語の問題自体はね、非常に優しいんですよね。続いて岡山大。やはり医学部があるところですよね。そして広島。あ、広島も有名ですね。そして金沢大があって、そして熊本大。まあ、九大に続いて、九州ではレベルが高いのが熊本大学とよく言われますね。で、中堅の頃っていうのがこれらになると。滋賀、岐阜、埼玉、三重、信州、長崎、鹿児島、静岡、新潟、香川、高知、群馬、あ、群馬ここに入るんだ。富山、山口、徳島、鳥取、島根、福井、宮崎、山梨、愛媛、佐賀、弘前、岩手、茨城、宇都宮。うん、うん、うん。あ、弘前か。で、下位になると、大分、福島、和歌山、秋田、琉球、山形。これが下位になるんだそうです。そうなんですか？本当ですか？まあ、琉球大ね。まあ、それぞれ、英語の問題しかわかんないんで、自分自身は。まあ、いろんな特徴があるんですけど、そうなんだっていう感じですね。
どうですか皆さんの考えるのは。なんかね、あとね、難しさの方が全然合ってない気がするなって思ったんですよね。この、だから偏差値も本当なの？こんなに低いっすか？だからなんかさ、神戸大がマーチぐらいで、とかって書いてあるの、横国とか千葉が。そんなことないでしょうっていうね。こんなに低い？ちょっと信じられないんですけど。はい、これに関してはね、多分まあ、はぁってなる人もね、結構いると思います。まあ他にもいろんな大学群もあるらしくて、筑波と横国と千葉で筑横地とかね、なんか謎のものがたくさんあるそうです。ちょっと大学群に関してはそんな詳しくないですが。すごい。面白いのはこのサイト、家賃の相場が入りますね。青森が安い。すごい。1K とかワンルームの値段が書いてますけど、やっぱり5万とか4万とかね、東北は安いね。群馬も安い。千葉市、稲毛区そんなに安いか。横浜、保土ヶ谷は、まあ、保土ヶ谷ね。そんなにかな。新潟、富山、岐阜 3.8 万円だって。すっごい安いんだね。近畿、滋賀は4万。鳥取 3.8 万、広島ってそんな安いの？ 3.6 万円ワンルーム。そうなの？なんか発展してるイメージだけど、広島って。愛媛 3.3 万円。やっぱ四国は安い。高知でも 3.8 万。香川4万だから、やっぱり、まあ、山火さんも言ってたしね、すごい四国はいいって。安いしって言ってたけど。九州は熊本 3.9 万。沖縄 3.7 万円。安っ。で、旧帝大はこうですよつって、ボンと比べてますけど、まあ、東京がダントツでやっぱ高い。でも他だって変わんないじゃん、あんまり。だって、北海道は 3.5 万。そうなの？札幌市北区ってそんな安いの？京都で 4.2 万円なの？福岡で 3.9。そんなに安いの？最低賃金ランキングまで載ってる。面白い。なるほどね。皆さんのご意見をお聞かせください。まだまだ不思議。大学。この偏差値はどうかなとちょっと思いますが、はい、ご視聴ありがとうございました。ケボチン。